21年4月10日、ヨン様はペ様と言い換えられるので、ペガス10日とも言い換えられます。100均にね、これ買ってきました。新しいトートバッグです。いつもね、俺様ね、これ使ったんですけど、やっぱ安物だけあってね、これ200円か300円ぐらいしたんですけどね、これ壊れちゃったんで、もうちょっと応急処置でね、こうホチキスでね、止めてたんですけど、もうちょっとこれボロボロなんで、どうせこれ、100均のやつなんでね、もうこれボーボー気にして、新しいのにね、これ買えます。とりあえず必要なものだけはね、中入れ替えました。で、入れ替えっていうとね、岩間さんの毒入りと入れ替えっていうのをね、思い出しますよね。まあでも、これ毒は入ってますね。俺様の荷物で。ジバニャンも入ってます。これジバニャン。ジバニャンね、失速させるためにね、このレジ袋に入れてるんですけど。クラマックボーボーするよ。ジバニャンね、また失速させておきまーす。ということでね、そう、これ、今から出かけるからね、これ、切ろうと思ったんですけど、これ、ハサミで、じばって切断しようと思ったんです。けど、まあ、せっかくだから、これ、見せびらかすために動画撮りました。カチカチマークがついてます。で、ダイソーのマークがジバニャンです。200円です。これなんか300円だったような気がしたから、これちょっと安いです。200円です。さあ、これ、ハサミで切って、ゴミ箱に捨てて、ボーボーいつにします。はい、それではさよなら。ボーボー。